気をつけよう甘い言葉と友さんと、友さんは共産のことです。友さん主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配され、指令によって動かないといけないようになってしまいます。産経新聞2022年6月22日、友さん C の和夫委員長、余計なの入れときました。戦の総か平和か、命運かかった戦の教。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。先人の書を紐解くきっかけとなったのは、社会統計の実にお偉い素晴らしい先生とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれまして、毎度毎度、政治学者ってこの程度でなれんの？社会党ってなんなん？その現場は10年以上いたんですけど、政治のお仕事を引き受けてから地獄になったんですね。責任者の方が打ち合わせについてきて、私が書いたものを全部消しやがる。だったら私いらんやん。で、これまで言われたことのないことで責め立てられるんですけど、よいよ聞いてると、それ全部私の仕事やねんけど、それの何があかんの、意味が分かれへんねんけど、はって感じでグーで殴りたくなんねんけど、まあ、それは大人やからせえへんし。で、その後に昔仲良かった方と話をしてて、その時の責任者が定年して、定年後友さん委員として生きていく宣言をしたんですね。友さん党員。実はその時先人の書をもう紐解き出してたんですけど、社会党って何なんから始めたリサーチ、まだ社会党が社会の窓主義インターナショナルという国際組織に加盟していて、ちょっと余計な窓入れてますけど、コミンテルン、国際共産党と同じ組織であることは分かってなかったんですけど、あ、コミンテルンって動画では私連呼を避けるためにコミンテルンって言ってるんですけど、コミンテルンは日本共産党や中国共産党の大元である国際共産党、第三インターナショナルとも言うんですけど、国際組織です。そこと同じ組織やったってことは分かってなかったんですけど、それを聞いたとき、あ、なるほど、だからあの時理不尽やったんやなって思いました。日本共産党と中国共産党同じ組織です。コミンテルン日本支部として誕生しました。世界各国の友さんは、友さん共産はコミンテルン何々支部を言うて、一支部同士、これを言うとコミンテルンはもう消滅したんやって怒ってくるやついます。コミンテルンには指導団体がございました。それは自由なおそうめん屋さんって私呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソンという言葉遊びですが、おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところ、今現在でんでんじいさんがやってるところ、盛大なプロレスが行われている。昨年のお米の国での選挙ででんでんじいさんが勝利した。なんでやねんとか思っててんけど、今年になってプッチンプリンみたいな名前の方がプッチンってなって、元コメディアンで俳優の善田さん、ほんまはぜー、なんだっけな、忘れたことにしとく。裸でギター、裸でチャリンコで人気を博したので、善田さんって呼んでるんですけど、善田さんがトップを務めてるところに、プチーンってなって、ズカズカズカって入っていって、バーンドーンガーンとかやってる。あれを見て、あ、これはトライアンでは無理やな。でんでんじいさんにお任せそうって感じで、でんでんじいさんゴムみたいやねんけど、まあそれはそれで言うとあかんみたいやから、これ以上言わない。私たちが見せられてるものって劇団員が演じてるものかもしれんし、ウクウクの地域の人たちがかわいそうや言うて、今一生懸命盛り上がってる、盛り上げようとしているけど、ウクウクの地域って30年ちょい前はソビエト連邦の一部で、我々にとってはただの敵国やったやんか。よく国が悪くてそこに住む人たちは関係ないねんって説得しようとする人いるけど、どんな教育受けてるかわからんし、共産主義者はほんまに恐ろしいっていうことを認識して、一生懸命説明すると時間もったいないし、見ない、聞かない、知らんねん、興味ないねん、どうでもええねん、ごめんなとする推奨。いや、ほんまにどうでもいいねん、興味ないねんって言っといたら、洗脳もオルグもされません。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくこと。 C のおっちゃん率いる日本友産党はコミッテル日本支部として誕生しました。何度も潰されたんですけど、知らん間に合法になっている、恐ろしいとこやで。それもそのはず、日本は敗戦国です。日米同盟があるからなんとかなっている。この世の中には世界を牛耳る大きな勢力っていうのがございまして、資本社会、友さん、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、単に揉めさせるために作りましたよねって感じやねんな。で、資本だけが自由に楽しく生きられて、社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられます。コミッテルができたのはプッチンプリンみたいな名前の方が仕切っているところで、核の命が起こりましたよね。どしどし核の命で、それが成功してデニーのおっさんがほんまはレーって伸ばす。そのおっさんがマルクスをレニン主義言うんだって。で、そのおっさんが第2インターナショナルから第3インターナショナル、コミッテルを作ったんですね。コミッテル日本語にすると国際共産党。核の命って第2インターナショナルが仕掛けてて、今は第3インターナショナルや社会の窓主義インターナショナルが仕掛けんねやろけど、
資本家は悪、俺たちは搾取されてんねんってグレーフマンを刷り込んで、その辺の人たちを束にして暴れさせるのがマルクソ主義。プーちゃんの国で核の命が起こった時は、プロレタリアート独裁なる貧乏人独裁政治を目指して押しつぶして、そこら辺くっちゃくちゃにした。プロレタリアート独裁、プロレタリアートは貧乏人で、その反対がブルジョアジーって言うんやけど、核の命が終わったら富の分配をしてもらえる、何でも金さん女子共有とか、まあ、そういう夢を見て大暴れしたい。で、新しく政府を作り直すときに別の勢力が入り込んでんけど、勢力民族やねんけど、いや、言うよの言う、これ以上は言うとやばいのでやめときます。ここを重点的にお伝えしたいねんけど、そうは YouTube 様は許してくれへんやろなってことで割愛。とにかく常にどこかが揉めてないといけないようにされています。あちらこちらに工作員なるものがほんまにいます。石化工作員って呼ばれてました。石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想を友さんに変えることやねんけど、生まれながらの革命家ってほんまにいるやん。我々とよく似た風貌してるけど、北の金ちゃんのところの思想の人とか、指令によって動かされている人たちがやってることは、洗脳オルグ罹患工作。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくこと。関わらなければ、お話聞いてあげなければ、洗脳もオルグもできない。友さん主義者って身内に厳しくて、任務が遂行できなかったら、自己批判に応えろ言って、意味不明なこと言われて、バカーンってやられんねん。常にささやき洗脳みたいなことやってきよるから、そうなんですか、でも興味ないわ、どうでもええわ、言うといたら、これ以上お話が進まない、洗脳もできない、オルグもできない。すると自己批判に応えろ言うて、わけわからんこと言われて、バチコーン、自己批判、トレビアン、ボコボコン、痛い痛いってギシッキに持ち込まれはるから、左の翼の人たちには知らん顔がよく聞くの。言い負かしてやろうとか時間無駄やから、必殺する、必殺無言、おすすめです。で、記事言っときましょうか。友さん党の委員長 C の活動は22日午後、東京都内の JR 新宿駅西口前で第一声を上げました。冒頭いろいろ言うてましたが、そこ割愛したら、洗脳層を仕掛けるところやるところの担当はコミってるやからね、社会の窓主義インターナショナルもそうやねんけど、お話聞いてあげんない。でもラストだけ言っとこう。友さん党の外交ビジョンは、今日本が進むべきは敵基地攻撃という物騒な道ではない。いやいや、お前らのところを攻撃されるのが嫌やからそんなこと言うてんねやろ。 ASEAN の国々と協力して、 ASEAN 東南アジア諸国連合、東アジアの洗脳層の心配のない平和な地域にするための救助を生かした平和外交だと訴えたいと語った。日本国憲法は平和の憲法ではございません。日本人は丸腰でコロコロされなはれということやろ。憲法9条に自衛隊を明記しておくだけで、うっとこは自衛隊を用いて完膚なきまでにやり返しますっていう抑止力にもなんのよ。せやせや、コミッテルの傍らで社会の窓主義インターナショナル副議長を務めているのが日本にいて、それはみずぽん、福島のみずほさんやねんけど、社民の一大大もう落選するよな。日本にいらないものは憲法9条とコミッテルと社会の窓主義インターナショナル系の議員たち。ちなみに維新はクリーンな衛生党みたいな洗脳が展開されてきましたが、 SNS 上で維新ほど立ちの悪いところはないねんで、ダブルで入っとんねんで。維新は私コミッテル系やと見ています。維新の正体ティグレ、ティグレを作った上田匠系やと思ってます。ティグレの顧問をなさっていた谷畑隆さんがいらっしゃいました。それからですね、新しくできる政党に期待したらダメですよ。みんなめっちゃ怪しいよ。もうこれ以上言わへんけど、